デリカミに最終結論レジャーからタウンユースまで使い倒す。おすすめグレードを教えます。デリカミに最終結論。スーパーハイト系の勢力図を塗り替える可能性も十分にあるデリカミに。エクステリアやインテリア、装備内容をじっくりチェックした。果たしてデリカミには買いなのかおすすめグレードはどれか、これが最終結論だ。 三菱デリカミニ、丸型二等式を模したランプグラフィックやプロテクターの採用など親しみやすさと機能感やタフネスを融合させたデザインを採用アフターパーツを組み合わせることでより個性を追求できることも人気の理由この車両はディーラー OP で提供されるカスタムプログラムを装着したアクティブトーンスタイル 半円球のヘッドライトのおかげで EK クロススペースとは印象が異なる。デリカの白文字は OP のバンパーエンブレムによるもの。ルーフレールは全グレードに標準装着。レジャーユースを考慮した工夫も健在。T プレミアムの 4WD 車は165、60R15 の台形タイヤが組み合わされる。 ホイールはツインゴスポーク形状だ。大きなグラスエリアに余裕10分のキャビンを実現。見晴らしの良さも魅力の一つ。スーパーハイト系の強みを生かした鉱石スペースの余裕も際立っている。室内高は1390から1400ミ、mm、リメートル。キーレスキー携帯時に足先をスライドドア下に差し入れ抜き取りすると。 自動開閉するハンズフリーオートスライドドアも用意。左右分割式のリアシートの最大スライド量は 320mm。防水シートや2室床面の防音処理など。レジャーユースを意識した設計も見どころ。マルチアラウンドモニターの。大画面表示が可能な旧型ナビゲーションはディーラー OP で用意。インパネコンソールは 右側にシフトレバー電動パーキングブレーキボタン。左側にオートエアコンのタッチパネルスイッチが配置される。後方カメラからの映像を表示するデジタルルームミラーには、車両周辺映像を表示するマルチアラウンドモニター機能も備わる。後席側に風を送ることで車内の空気を循環させるリアサーキュレーター。プラズマクラスター付きは、 プレレミアムグレードに標準装備開口部は開口高 1,080mm 開口幅 1,050mm を確保左右独立の鉱石スライド機構やフラット格納と軽自動車トップクラスのユーティリティの充実ぶりも光るレジャーからタウンユースまで快適に使い倒したいならターボの 4WD 車がおすすめ レジャー適性やツーリング性能で頑張っていることが、デリカミニの最大のアドバンテージ。安心の範囲内でちょっと冒険ができることは、他のライバルにない強みと言える。ただし、よく見ていくと FF 車と 4WD 車では少しキャラが異なる。少し乱暴に言ってしまえば、 FF 社は内外装の思考を変えた EK スペースであり、一方 4WD 社には三菱が培ってきたアクロ層波のノウハウなど、他のスーパーハイト系にはない工夫が盛り込まれている。どちらもタウンファミリーユースでも不足は感じないが、これ1台でできることの幅は 4WD 車の方が上だ。 FF 車と 4WD 車の価格差は16から20万円ほど。軽自動車としては大きい差だが、デリカミニの魅力を余すことなく体感できるのは、間違いなく 4WD 車、できればターボ車を選びたい。T と T プレミアムの価格差は20万円ほどだが、マイパイロットやパワースライドドアなどが標準になるなど、 T プレミアムの方が解読感が高い。おすすめグレード T プレミアム 4WD。先進安全機能の E、アシストは全グレードに標準装備。障害物の検知はフロントカメラとミリ波レーダーで行うタイプになる。運転支援機能のマイパイロットには、停止保持機能を備えるレーダークルーズコントロールと、 白線認識タイプのの LKA が備わる滑りやすい路面で駆動輪の空転を防ぐグリップコントロールは 4WD 車のみならず FF 車にも標準装着される実践的な機能装備の一つだ車内の空気を循環させることで冷暖房の効率を高めるリアサーキュレーターは鉱石乗員にとってありがたい装備 プレミアムグレードに標準装着。